この度スポーツ栄養科学庁長官を拝命しましたアミノバイタルです。スポーツに必要なのは科学です。今だからこそ伝えたいアミノ酸サプリメント売上ナンバーワンアミノバイタル。アミノ酸遅いな。朝トレでしょ。売れないっすね。この後スポーツ栄養アミノさんもう始まりますよ。アミノバイタルシーン解禁でございます。この度スポーツ栄養科学庁長官を拝命しましたアミノバイタルです。スポーツに必要なのは科学です。今だからこそ伝えたいアミノ酸サプリメント売上ナンバーワンアミノバイタル。大きく出たね。イートウェルリブウェル。おはようございます。お願いします。お願いします。今の方ご案内します。お願いします。お願いします。よーいスタート。はい、カット。はい、カット。遅すぎて後ろで待っててんだ。ちょっと美しくないな。もう一回行きますか。行きましょうか。ちょっと武井さん的にもう一度行かさせてください。はい、はい、言い方が今言い方があるんです。失礼しました。スタート。はい、カット。はい、カットです。はい、お願いします。チェックします。このカットを OK とさせてください。はい、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 じゃあカット7これで OK です。はい、はい、いいタイミングで来たな。いや、ほんと、ね、いいタイミング。ロフシ長官発表と、ね、ほぼ同時で、はい、就任させていただいた。やっぱりドローなんだなって。17戦もうボロ負けですけどね。社会的立場は。ゴルフシニアツアー出たいんだよな。 あ、 すごい。そう、あと3年だから、はい、3年。あ、だいぶ計画通り来てて、はい、今もう結構パワープレーとかできるようになってきたから、あとショートゲームの練習さえすれば絶対アンダー出せるから、はい、シニアツアー参戦したらニュースになるぜ。ビリヤードもあるしな。あ、ビリヤードもある。ビリヤードももうそろそろプロテスト通りそうな雰囲気出てきてる。すごいっすね、本当に。はい、オーバーン。いきます。よーい、よーい、あらした、スタート。はい、はい、カット。カット。はい、プレバックお願いします。モニターを、はい、ありがとうございます。まあ47歳にしては、ね、いい仕上がりになってると思いますけどね。腰の割にこう足もほらまだすごい、ね、走れそうな足に仕上がって。実際走ってるから。走れそうじゃなくて 走れる。実際走ってるから。毎日やられてる。毎日1時間必ずあの仕事終わった後にそういうあの体の能力を落とさないためのトレーニングする時間を設けてるんで、やっぱそういうのすごい大事ですよね。最初のでもやっぱ登場された時のインパクトがもうすごかったですから、あれは本当にもう俺が丸8年かけて作った俺のヒーローだったから、何でも倒せる元気なおじさんね。あの百獣の王がやっぱり最初の扉を開いてくれたから、あれ8年かけたからな。すごい8年。いやでもそうかける価値があったなと思うし、そのためにその時間を使ったからよかった、実ってよかったと思う。続きます。ありがとうございます。そう、はい、テスト。よーい、スタート。はい、カット。カット。はい、じゃあ本番。本番。よー、カット9。わかりました。スタート。カ
ト。カット。はい、プレバック。煙が出た。少しでもいいから、あの運動をやっぱりした方がいいですね。あの10分とか20分は長すぎるんで、一般の人には。本当に5秒でもいいから、ちょっと本気出す時間を毎日作るっていうのは、すごいいいです。例えば、横断歩道の横に歩道橋あったら、歩道橋を1回だけ上まで、ちょっと駆け上がって登ってみるとか、そういうのを毎日日常の中でちょっとずつ入れるんですよ。でも10分ジョギングしようって言われたら意外としんどいからすぐやめちゃうんですよ。だけど5秒ずつでいいよって言ったら意外と続くし楽しくなってくるんで、で運動は短く強度の強いものをちょっとずつやるのが一番いいですけどね。運動を非日常にしないっていうのはすごい大事ですよね。お願いします。お願いします。お願いします。こちらの位置からお願いいたします。よーいスタート。はい、カット。心地いいね。目線を送ったら大丈夫。記者さんが待ってるからつい歩いてちょっと手上げたりした方がいいんですよね。ちょっと偉そう偉そう。それは偉そう。しましては、この度、この度スポーツ栄養科学長長官を拝命いたしました。いたしました。拝命いたしました。アミノバイタルです。はい、ここまでセリフいただきます。はい、この度、この度スポーツ栄養科学所長官を拝命いたしました。アミノバイタルです。オッケーなの。こんばんよう。ナイスタート。この度スポーツ栄養科学所長官を拝命しました。アミノバイタルです。ありがとう。ありがとう。アミノ酸サプリメント売上ナンバーワン、アミノバイタル。ありがとう。ありがとう。アミノ酸サプリメント売上ナンバーワン、アミノバイタル。はい、はい、はい、プレバック。売上ナンバーワン、アミノバイタル。副長、今だからこそ伝えたい。よう、スポーツに必要なのは科学です。今だからこそ伝えたい。アミノ酸サプリメント売上ナンバーワン、アミノバイタル。はい、はい、いいじゃん。どうや。すいません、これはイカソレオの手動の制作部カメラマンを監視して、アミノバイタル。スポーツに必要なのは科学です。今だからこそ伝えたい。アミノ酸サプリメント、いいじゃん。アミノバイタル。いいと言える。おお、いいおいいじゃん。あ、そうこんな感じな。ドラマみたいでいいですね。ちょっとドラマ仕立て、うん、あとワンカット。よし、ラストカットじゃい。頑張るぞ。はい、はい、カット。はい、では、皆さん、ただいまのカットをもちまして、スポーツ栄養科学長の小田井翔が、アミノバイタル役、武井翔さんをご覧ください。
終わった感想はそうですね、スポーツをやっていて、本当にアスリートだったら誰もが知っているサプリメントであるアミノバイタル のコマーシャルをやらせていただいて本当に光栄ですし、そうだな、多くのアスリートたちが、これによってね、さらに体作りにプラスになる要素が増えてくれればいいなと思ってますし、あと映像をね、先ほどちょっと確認させてもらったんですけど、結構かっこよくて、いいなんて言うんだろうな、アミノバイタルのプロモーションとしてもいいものができたなと思いますし、アミノバイタル、私ですね、武井壮の PR でも素晴らしい作品になったんじゃないかなと、そういうふうに感じてます。はい。そうですね、スポーツ栄養科学庁長官アミノバイタルというね、アミノバイタルの名前を冠したキャラクターをやらせていただいて、多分ね、街中でも長官とか多分呼ばれるんだろうなということが想像できるコマーシャルになってると思うので、非常に嬉しいですし、百獣の武井壮ともう一人スポーツ科学庁、スポーツ栄養科学庁長官アミノバイタルというキャラクターが私の上に乗っかりましたんで、これちょっと責任が重大だなと、全てのアスリートたちの、栄養、そしてこれからスポーツを始めたりとか、日常の運動だったり、さまざまな体を動かすという場面で必要となってくるアミノ酸を多く含んだこのサプリメントを背負っているわけですから。その CM キャラクターとしても、そして、架空ではありますけどスポーツ栄養科学庁長官としても重責を、担っているなという、その責任感を持って、日々の生活を送りたいなという思いをね、今一度こう気を引き締めて背負っていきたいなと思っております。はい。そうですね、スポーツにおいては栄養の面では当然必要な栄養素があったりとか、それぞれの運動に適した栄養素を取ることで最短距離で自分の体を強くして目的を達成するということができるのがやっぱりアスリートの日々の活動だと思うんですけど、さらにトレーニングの面においても科学っていうのは非常に大きなウエイトを占めてると思ってまして、ただ単にこうコーチだったりとか先生だったりとか部活の何だろうな部長さんだったりとかが先輩から渡されたメニューをただただこなすだけではなく、自分の体が今どんな状態なのか、そしてどんな栄養を必要としているのか、そういったことを正確に科学をもとに考えて、そしてメニューを組み立てて、最適な、トレーニングをすることで最短距離で最短の時間で頂点に進むことができると思ってますので、僕はスポーツをする上ではただ単に練習をすればいい、ただ単に食事をすればいいということではなくて、本当に科学を生かしてですね、我々が、考え出せる最高峰の、トレーニング、そして、栄養を取ってですね、成長していくことっていうのが非常に重要だと思ってます。僕たちアスリート、僕は元アスリートですけど、アスリートは当然その激しいトレーニングをしますし、体を鍛えていく、そして他の選手よりも一歩前に行くとか、そういう喜びを日々感じられることが僕らアスリートのモチベーションにつながるので、そのきっかけにね、アミノバイタルを使っていただければ嬉しいなと思ってます。そうですね、これからスポーツを始める人たちはスポーツは本当に楽しいことだけではなくて、本当にハードなトレーニングだったり、仲間やライバルとの戦いだったり、いろいろな苦しいことがたくさん待ち受けていると思います。ですけど誰かとの勝敗だけではなくて、まずは自分自身、との戦いからスタートするのがスポーツなので、まず素敵なトレーニングメニュー、素晴らしいトレーニングメニューをこなして、自分の能力を高めていくこと、そして正しい、栄養をとって、そうだな、そのトレーニングで疲れた体を
一刻も早く、あの1秒でも早く回復させて、ライバルたちに少しでも前に出て差をつけるというね、そういう戦いがスポーツをやっているとずっと続くと思いますけど、それをできればあの負けるよりもやっぱり1ミリでも1センチでも前に出て勝利を手にするっていうことがアスリートの一番の多分モチベーションになると思いますので、あの苦しいこといろいろありますけど、あの僕らもそういった苦しいことを乗り越えて、それ以上の楽しさ、感動、喜びを手にした人間ですので、ぜひ皆さんも一生ね、スポーツだったり、お仕事だったり、遊びだったり、全ての分野で、ライバルとして、競い合える、アスリートとしてね、みんなで戦っていけたら嬉しいなと思ってます。なのでいつの日かあのスポーツのフィールドで、もしくはお仕事の現場で、楽しく遊ぶ地球のどこかで、私アミノバイタルこと武井壮と、戦えることを楽しみに、トレーニングに励んでいただきたいなと、そう思っております。そうですね、もうあの今活躍しているアスリートたちには、あの僕から言えるようなことは何一つないと思うんですが、あの本当に勝敗を分けるのはほんの1ミリだったりとか、ほんの 0.01秒のこともありますし、そんな勝負をあの毎日ね、激しいトレーニングを積んで頑張ってるアスリートたちには、あのなんだろうな、乗り越えて頑張っていただきたいなという思いもありますし、そしてその戦いの一助にこのアミノバイタルが、そのもしあの一包みだけでも、その差がもしかしたら勝敗を分けることもあるかもしれないと、そのほんの1ミリ、ほんの 0.1秒、ほんの 0.01秒、その戦いに、少しでも心の余裕を持って、勝負に迎えるような準備をしていただけたらなと、そのサポートを、私、スポーツ栄養科学賞長官として、全力でサポートさせていただきたいと思っております。頑張ってください。番組をご覧の皆さん、この度スポーツ栄養科学賞長官に就任いたしました、アミノバイタルこと武井壮です。インタビューをご覧の皆さん、この度スポーツ栄養科学賞長官に就任しました、アミノバイタルこと武井壮です。